森の中にある音翼博物館貴重なスピーカー、アンプなど、音翼博物館は、長崎県西海市にある博物館。音翼博物館正面アナログレコード16万枚を所蔵する。エジソンが発明した、老下式蓄音機、再生装置はじめ1世紀以上経った演奏機、レコード、SP 版などを演奏し視聴することができる施設。もともとは、 栗原栄一郎氏が倉敷市でレコードや古い蓄音機などを集めて病院の大きな倉庫を借りて開業していたが極めて私的な施設であった。2000年当時借りていた倉庫が取り壊されて駐車場になることから移転先を探して当時一般的になりかけていたインターネットで全国の自治体に場所の提供を呼びかけた。3日後に長崎県庁から返事があり、 用意された県内参加所を視察した結果、最も広い現在の場所に決定。2000年12月には、所蔵品を、倉敷から10トントラック4台を使用して、移送を行った。しかし、移転先として選定した旧、大瀬戸町立雪浦小学校久しり応募開拓文庫は、1957年築、19年後の1976年には、閉校。その後、 日本赤十字ベトナム難民救援援護施設大、瀬戸寮として1980年に増改築、15年間開設された後平成7年に閉鎖されてからすでに5年を経ており、老朽化が激しく、上水道も止まったままだった。地元大瀬戸町の有志と力を合わせ修繕改造を行い、移送開始から約4ヶ月後、開館にこぎつけた。現在、 sp レコードが約1万枚、lp 版、ep 版など15万枚が所蔵されているが、この場所を知った人の中から数十枚単位で寄贈されて増え続けている。貴重なスピーカーなどでも聞くことができる。この博物館の基本的なコンセプトの一つが、その名が表すように、音を浴びるイコール、実際にスピーカーで再生し空気を通じて、全身で音楽を感じるということ。よって、 JBL、タンのイをはじめ高級スピーカーも実際に鳴らすことができる。特に1950年代のスタジオモニターの一つ、ビクターオーディオラは世界遺産級と称える人がいるほどの一品。このような希少品を公共の場で視聴できるところは少ない。郵便番号857-2323長崎県、西海市大瀬戸町行きの裏号通号342-80。80 ありがとうございます。